皆さんこんばんは。今回はトータリーアキュレートバトルシミュレーターをプレイしたいと思います。ではメインメニューからサンドボックスを選びます。マップ選択画面です。メディバル2を選びます。今回はザ・キングとスケアクローの戦闘力の違いについて確かめてみたいと思います。ではまずメディバルファクションを開いてザ・キングを選んで青チーム側の中央付近に1体配置します。そしてファーマファクションを開いてスケアクローを選んで赤チーム側の中央付近に1体配置します。予想としましてはまずコストの比較ではザ・キングの方が300ほど上ですね。なのでコスト通りでいけばザ・キングの勝ちかなとは思うんですが、両者はタイプが違いますからね。ザ・キングは接近戦タイプであるのに対してスキアクローは遠距離タイプですからね。分かりにくいですよね、結果が。この両者の対戦というのも私としては初めてなので予想がしづらいです。予想ができないというのが予想です。では確かめてみましょう。青チームザ・キング1ユニット VS 赤チームスケアクロー1ユニットバトルスタート。さあ射程距離、スケアクローの射程距離はまだですかね。もうそろそろです。さあカラスが放たれました。カラス攻撃強い強いです。第1波1ウェーブですね。まだ第1ウェーブですよね。スケアクローの攻撃第1ウェーブでザ・キングキルされてしまいました。スケアクローの強さを見ることができました。遠すぎてもスケアクローの表情が全く見えないですね。これはすごい。ザ・キングの倒れ方がまたすごいです。ベストアングルが難しいですね。これがカラスの羽の形がよく見えるのでこれがベストアングルですかね。この辺ですかね。これをベストアングルとしてタブキーで戻ります。ではここから先はザ・キングを何ユニットまで増やせばスケアクローに勝つことができるかということを確かめていきたいと思います。メディバルファクションを開いてザ・キングを選んで先ほどのキングの左隣に置いて横一列密集体系です。予想としましてはどうですかね。ザ・キングは足があまり速くないのでスケアクローにたどり着く前にスケアクローが第2波を発動させてしまうとスケアクローが有利ですよね。なのでスケアクロー赤チーム側の勝利と予想します。では確かめてみましょう。青チームザ・キング2ユニット VS 赤チームスケアクロー1ユニットバトルスタート。あまり足が速くないんですよねザ・キング。スケアクローのリロード時間がどのくらいだったかな。第1波第1ウェーブでキングは、あ、これはキングが有利になってましたね。スケアクローは防御力なし耐久値もほぼありませんので一撃でしたね。ザ・キング片方のザ・キングの一振りでキルされました。防御力はありません。ドヤ顔です。いいドヤ顔が見れました。できるだけアップにしてあげましょう。こんな感じですかね。これをベストアングルとしましょう。またザ・キングの目が動いてしまいました。ホラーです。これで結論が出ました。ザ・キングとスケアクローの戦闘力の違いは1対2から1対1から1
対2の間ぐらいであるというのが結論です。というところで今回の動画は終わりにしたいと思います。続きはまた次回の動画でプレイしたいと思います。それではお疲れ様です。